圧倒的なハンサムでもなく、そこまでスタイルも抜群でもないのに、あのキムタクでも歯が立たぬほどの男の色化を漂わせ、その存在感ある演技はいつまでもイブジギンのごとく渋い光を放ち続けた一人の俳優がいました。その俳優の名はネズジンパチ。すでに2016年69歳の若さで旅立った彼、実はその6年前に突如俳優を引退していこうというもの、苦難と災難の連続だったとか。そんな忘れられない昭和の名優を今回はご紹介したいと思います。ネズジンパチさん、1947年12月1日生まれで、本名はネズトール。山梨県で歯科医を開業する父と、その父の下で文句も言わず働き続けた母親の男、4人兄弟の三男として生まれます。経済的には恵まれていましたが、あの風貌通りというか寡黙で、人とのコミュニケーションが下手な自閉症気味の少年だったのだとか。幼い頃からやりたいことが見つからず、中学の頃には剣道に打ち込みますが、東京の高校に進学してからは偶然にも演劇にのめり込むことに。根津さんが言うには、それまでどこにいても何をやっても息苦しかった、でもやっと深く息ができる居場所を見つけたんです、それが演劇でしたと。そして1967年大学進学と同時に演劇研究会に入り、劇作家から重労特権的肉体論に感銘を受け、学内でから重労の作品を上演するも、世は学園紛争の真っ盛り。根津さんも演劇どころか、気がつけばヘルメットをかぶって学生運動に身を投じていたそうです。しかしあることがきっかけで、学生運動から身を引き、挙句に大学2年で中退してしまいます。そのあることとは、目の前で仲間が投げた火炎瓶である学生が火だるまになったのだとか。呆然としていた時に、なんと自分たちが小競り合いしていた警官隊の一人がとっさに毛布で火を消してくれた光景を見て、根津さんは、俺何してるんだと、そう感じてしまったからだと言います。そして運命の扉が開きます。1969年22歳の時から重労の主催、新宿花園神社の通称赤テントと呼ばれた状況劇場に彗星のごとく現れ、1974年カラバン風の又三郎で主役を務め、劇団の看板俳優となったのです。しかしやはりここでも人間関係に苦しむことに。1975年ドラマ娘たちの式へ出演依頼があった時、から重労氏に相談したところ、俺たちはずっと外へ出て行かずにやるけど、お前は外でやってもいいよとそっけなく言われたことで、精神的に大きな溝ができてしまったのだとか。そんな時、1978年 NHK 大河ドラマ黄金の日々、石川五右衛門役によって主役の助座役の若き日の六代目市川染五郎さん同様に大ブレイクし、状況劇場に若い女性ファンが殺到、ますます劇団に居づらくなって退団。ちなみに黄金の日々の俳優陣は鶴田浩二さん、丹波哲郎さん、尾形健さん、藤家幸世さん、栗原小牧さん、竹下恵子さんほか、そうそうたる大スターが共演する中で、川谷拓三さんや夏目雅子さん、名取裕子さん、根津甚八さんなどは当時まだまだ新進の俳優でしたが、根津甚八さんはその中でもひときわ存在感があり、大量のフェロモンが放出されていましたから、当時世の女性が根津甚八の魔性の虜になったのは言うまでもありません。少年だった私ですら子供ながらに
夏目雅子さん演じるモニカに、その気があることを察知した時の、若き日野根津さん演じる五右衛門の、やばそうな笑みにドキドキしつつ、見てないふりして見ていました。その後、世界の黒澤明監督の映画、影武者で、影武者の土屋総八郎を演じ、1982年、さらば愛しき大地では、子供を事故で失い、愛人と覚醒剤に溺れ、転落していく男の役で主演し、キネマ旬報主演男優賞並びに、日本アカデミー主演男優賞を受賞。その後も、ラン、駅、ステーション、吉原炎上など多数映画に出演。テレビドラマでは、NHK 大河ドラマ、獅子の時代の伊藤博文役、太平記では新田義貞役を演じ、NHK 連続テレビ小説、ほんまもんでは、誰よりも放送を心待ちにしていた。役者になるため旅立った根津さんを、唯一応援していたというお母様は、放送されるまで持たないと医者に言われていたそうですが、第2週まで見て旅立ったそうです。親孝行できてよかったですね。その後、1995年、石井隆監督の映画五人の日付要役で、またしても根津甚八さんにしか演じることのできない、リアリズムで個性的な演技を披露します。特に、レストランで家族との食事中に、襲撃される前の緊迫したシーンは、マジで鳥肌が立つほど。そして、この監督と作品との出会いが、最後に大きな意味を持つことになるのです。というのも、根津甚八さん、その20年後の2015年に、映画五人サーガで再び、死んだはずの日付要役で出演しますが、再演までの20年間の大半を、数々の病気や困難に苛まれていたといいます。一体何があったのでしょうか。2001年、右目の下まぶたが垂れ下がって、物が二重に見えるという難病。右目下、直近肥大を患ったのですが、その難病とは、目を動かす筋肉が異常をきたし、目の周囲の筋肉が肥大することで、視神経が圧迫され、視力低下、視野障害などが起こる病で、眼球突出など顔つきも変わってくるため、俳優にとって致命的な病と言えます。根津さんは、下まぶたの整形手術を受けますが、左右がアンバランスになり、再度、耳の軟骨を注入するも、目の周りが垂れ下がり、再び手術。都合6回も手術を繰り返すのですが、二度と元通りにはならず、根津さんは大変なショックを受け、それが原因で、うつ病になってしまったのです。芸能活動を縮小した矢先、さらなる災難が根津さんを襲います。2004年交通事故を起こしてしまうのです。自転車の男性に交差点中央で衝突し、帰らぬ人に。被害者の弔問に現れた根津さんは、痛々しいまでに憔悴していたといいます。同年、映画「流人」の出演を最後に、芸能活動を休止されたのです。2005年には以前海外ロケで、逆橋痛めた腰椎があった。手術を受けるも、後遺症が残り、杖が手放せなくなります。それでも、もう一度映画に出たいという思いで、治療を継続しますが、一向に改善せず、2010年、ついに引退を決意しました。ところが、実に11年後の2015年、突如、映画、五人、サーガで復帰。根津さんは、前作に引き続き、元刑事の日付要役を演じたのですが、石井監督は、前作で死んだはずの、日付要を生きていたことにして、根津さんのために続編を計画したのだそう。ついに、根津さんは、復帰を決心することに。撮影終了時に根津さんは、天が、再び機会を与えてくれるものなら、仕事を続けたかった思いも、もちろんある。でも、監督や共演者をはじめ、スタッフ全員の支えがあって、やり遂げたことで、未練を捨てて、終止符を打てたと思うし、そう思える機会を与えてくれた方々に、深く感謝している。
と語られています。そして2016年12月根津さんは体調を崩し入院、そのまま肺炎のため都内の病院で他界。最後は近しい人でさえ面会を避け、妻と息子に見守られる中、穏やかに息を引き取られたのでした。その妻の仁花さんとの結婚は1994年、根津さんはすでにバツイチで、新郎45歳、新婦は30歳の年の差婚で、何の因果なのか医者の娘でした。結婚当時すでにピークは過ぎていて、根津さんの病気の介護や自動車事故の後始末など晩年の苦労を仁花さんは一身に背負うことになります。ですが、なんと妻である仁花さんは夫根津甚八の役者としての輝かしい半生を知らなかったのです。だから根津甚八というドキュメンタリー本は、仁花さんが俳優根津甚八を知るために自ら取材して刊行した本なのです。そして2人の間には海田さんという息子さんがいて、2015年に慶応大学の医学部に入学されたのも、物心ついた頃からずっと父が病気と戦う姿を見ていたことが影響したのかもしれませんね。生前、根津さんは息子さんの将来について、俳優がいいかなとちょっと寂しそうに話していたそうです。一度俳優を引退したにもかかわらず、突如2015年に一度限りで銀幕に復帰したのは、実は息子さんに役者としての自分を見せたい気持ちがあったからではないでしょうか。映画の試写は家族3人だけで見たそうですが、最後まで父と息子は黙ったまま、何も言うことはありませんでした。現在そんな息子の手首には根津さんお気に入りのフランクミラーの時計が付けられているのだとか。根津甚八さん、その芸名は大阪夏の陣で壮絶な最後を遂げた真田重雄氏の根津甚八から取ったと言いますが、明らかに他とは一味も二味も違う存在感を放つ俳優でした。ご冥福をお祈りいたします。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は根津甚八さんを最初に見た時、それまでになかった独特の存在感に衝撃を受けたのを覚えています。大河ドラマを見てて、日本の俳優の中で顔の傷がこれだけ似合う俳優は他にいないなと妙に感心したものです。そんな完璧じゃない男臭さが女心をぐさぐさと突き刺すのだろうと思います。眩しくはないのだけれど、常にこちらに向かって光っている感じます。不思議な俳優さんでした。とても残念でなりません。ご冥福をお祈りいたします。合唱。